皆さんこんにちは、カイロプラクティックドクターの川光です。今日は、患者さんの早田さんに来ていただいてますので、お話を伺っていきたいと思います。早田さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、早速なんですけども、早田さんの出身はどちらですか？私は九州の福岡県です。あ、福岡県ですね。同じ九州で、はい。お仕事はどういったお仕事をされていますか？電機メーカーで、はい、主に財務関係の仕事をしています。なるほど。お話を、まあ、いろいろ聞いてはいたんですけども、アメリカにも何年かいたということで、はい、お仕事なので、はい、なるほど。僕はアトランタ、ジョージア州のアトランタにいますけど、早田さんはどちらに？私はちょっとそっから、北東の方に、はい、サウスカロライナ州、グリーンビルという、グリーンビル、ああ、でも有名ですよね。うん、分かりました。同じアメリカにいてたということで、はい。最初に、まあうちの、 施術を受けに来た、まあ、主訴といいますか、どういった症状がありました？ですね、もともと肩こりがひどくって、はい、で頭痛持ちだったんですよ。頭痛も、はいはいはい。それでひどい時には、まあ、会社には行くんですけど、はい、まあ、仕事にならない時は結構あって、なるほど、まあ、それをなんとかしたいなと思って来ました。そうですか。その症状は今どうですか？ですね、はい、その当時は、うん、頭痛薬を手放せない、うんうんうん、そういう生活でした。なるほど。で来たばっかりの頃はやはり、はい、それなりに頭痛があったんですけど、うんうん、もう3年ぐらい経ってますけど、うん、はい、そうですね、半年ぐらいすると、うん、もう頭痛薬は手放す、なるほど、いらなくなった、はい、はい、なるほど、よかったです。まあ、早田さんの体を見させていただいて、まあ、最初の頃も、体が硬いなっていう、もう一番の僕の患者さんの中で体の硬さはもうトップレベルの、はいはい、方だったんですけども、全体的に体の歪みがあったなというところと、あと気になったら首の方ですよね。で、首の方をちょっと調整してやっていった時に、頭痛の方も落ち着いてきたのかなというところで、も僕も非常にやっててよかったなって思いました。まあ、そういったところで今だいぶ症状が良くなってきているというところなんですけども、僕に施術を受ける前に他の整体とかっていうのを受けに行ったんですか？何件か行ったことはあります。うん、他の整体を受けた時にまた僕の整体を受けて何か違うところってありました？ですね、はい、整体というと普通ポキポキ鳴らす、まあ、そういうイメージがあるんですけれども、はいはい、まあ、3年前の、うん、出会った時は、はい、あまりそういう感じがしなくて、うん、なくて、はいはい、であと何ですかね、うん、一般的な整体とかだと、はい、もうとにかくボキボキ鳴らしたりこういろいろ体を動かしてするんですけど、うんうん、はい、ここはですね、うん、まあ使用前使用後っていうんですかね、はいはいはい、そこのアフターのところを、はい、よく確認をして、うんうん、で動くようになってる、はい、あるいはなってない、うん、そういったところを確認してるのが、うん、ちょっとユニークだなというふうに思いました。わかりました、ありがとうございます。まあ、日々忙しい仕事を送られてると思うんですけども、出張もよく行かれますよね、はい、中国だったりインドだったり、はい、まあ、グローバルに出張もするし、はい、最近は国内の出張も増えてる。あ、そうですか、わかりました。そういった移動が多い中で仕事を本当に体的に疲労がたまりやすいのかなと思うんですけども、もう僕のところに3年ぐらいもう通っていただいてますけども、はいはいはい、どういったところがメリットとしてなんか感じていますか？ですね、はい、やはり定期的には来てるんですけど、うん、はい、まあ、日々の行いがあまりよろしくないもんですから、はい、まあ、そういったところは、はい、まあ、見ていただいて、はい、リセットしてもらえるというのが、はい、私にとっては非常に、はい、ありがたいなと思っています。わかりました。5月から丸の内の方に移動になったというところで、まあ、丸の内というともうその商業施設というか日本のこの、トップの企業が集まっている場所で、多分もっと大変な
生活というか仕事がもっと忙しくなってきてるのかなと思うんですけども、結構飲みに向いたり、してるということで、だいたい週にどれぐらい飲みに行ってるんですか？まあ少ない時でだいたい3回。少ない時で3で、はい、多い時は毎日。毎日。そういったのをもう5月からずっと今まで続けてきてると。はい。わあ、そうですか。で、僕も体見させていただいて、やっぱり肝臓の疲労と胃腸の疲労が非常にいつも大きいな、どっちかだなっていうのがよく伺えるんですね。で、まあそういったところで日々患者さんの体を見させていただいてますけども、手術の時にその胃だったり、まあ、肝臓の疲労を抜くために一応やってるんですけども、終わった後ってどうですか？終わった後はですね、はい、胃とかそういうふうには思ってないんですけど、はいはい、体は確実に軽くなってる、うん、なるほど、ですか、分かりました、まあ、その辺でちょっとやっぱり疲労が取れてるというか、まあ、体が軽くなってるということで、まあ、翌日だったりその仕事だったりそういったところでちょっと楽にできるのかなというところがありますけども、はい、分かりました、ありがとうございます。じゃあまあ、今後も、林さんのお体をですね定期的に見ていきたいなと思うんですけども、まあ、日々そうですね、こういったメンテナンスしながら、まあ、ちょっと今東京暑いんですけども、夏バテしそうなこの気候の中で、もっとさらに疲労がたまりやすい、そういった中ですけども、まあ、こうやってメンテナンスしながらですね、林さんの、生活、まあ、仕事プライベートも、まあ、充実させていけるように、これからもやっていきたいなと思いますので、また今後もよろしくお願いします。